エドゥアール・アンドレエドゥアール・アンドレエドゥアール・アンドレは、19世紀、後半に活躍した、フランスの造園家、造園師、ランドスケープデザイナー、ランドスケープアーキテクト。ロシア帝国、オーストリア・ハンガリー、スイス、オランダ、デンマークと、ブルガリア・モンテカルロやモンテビデオに残る有名な都市と、ヨーロッパ諸国での公園や公共スペース、民間人の邸宅庭園を中心に、 生涯に百0 0もの諸施設を設計している。パランガ庭園の設計図1866年、リバプールセフトンパークの設計競技に当選し、セフトンパークの設計で、国際的な名声を得る。これに加え、さらに有名な作品は、ルクセンブルク城公園、ポルトガル領マデーラ諸島フンシャルの庭園、オランダマルケロのウェールデム城庭園、フランスの公共公園コニャック、 ボルゲーゼ公園ほかローマの主要な公共の公園などがある。リトアニアパランガでアンドレが設計した広大な白爵宮庭園は現在も同国で最も美しい場所の一つとして知られる。ここは植物公園などアンドレによって設計された民間の4つの風景式庭園で構成されるが、この公園内に残る。 シンバロック様式の伯爵宮殿であるティッシュキエビッチ伯爵宮殿の一部は現在は琥珀博物館となっている。人口の調和の取れた配置と楽しいアレンジメントが特徴的で園内は洞窟、滝、山のスタイルから石造りの構造物、自然水域とパノラマなどアンドレが公園設計で使用する多くの特色がある。著作物として 策定のための手法論をまとめた、ラル・デ・ジャルダン、庭園技法がある。ブールジュの農場の家に生まれ、ベルサイユの園芸国立学校で造園を学ぶ。その後、ジャンピエール・バリエデシャンに誘われ、1860年20歳の時、ジャンシャルル・アルファンとジョルジオスマンが進めていた、パリの都市改造に参加。 アルファニアデシャン技師のもとで修行し、その後パリ市局のヘッドガーデナーに任命された。8年間公園緑地事業に従事し、公共スペースの植栽やビュット消門公園、チュイルリー庭園といったパリ市の公園緑地の設計を多く受け持つ。セフトンパーク春工後、1870年には、チャールズ・アントワーヌル・ルメールの下で、ボタニカルイラストのイラストエディターとしても活躍した。 こともある。1875年から1876年には、麓に自生する植物採取旅行に出発。アンデスから、ヨーロッパの栽培に新たに多種の丈夫で柔らかい植物を導入し、その研究は、アナナス、パイナップル化といった植栽手法に示唆をもたらした。この経験は1879年からの公共講演作で生かされている。死去後、 パリモン・マルトル墓地、埋葬されている。彼の弟子でありアシスタントだったカルロ・スタイスは、1889年から、ブエノスアイレスで樹木が立ち並ぶ大通りや、公共庭園の企画を担当。その結果、その都市はしばしばフランスの雰囲気を持つと例えられる。アンドレは、植物の学名で命名者を示す場合に、エドアール・アンドレを示すのに使われる。 ありがとうございます。